今日3時から来てるんですか。俺2時2時ぐらいから、うん、で今連れ出した、うん、来た。いや、そうじゃあついに高成くん来ました。久々に来た。これなんか、うん、何でかいじゃん、これいいよこれ。よし、よし、1年ぶりかいな。1年ぶり、1年ぶりのイカくん、マミイカか。ん？来た？いや違うか。よく来られるんですか。動きますね。しょっちゅう。しょっちゅうだな。そうなんだ。最近ハマってます。地元の方なんですか。いえ、札幌から。え、札幌からいえ、すごい。泊まりで来る。いえいえ。ああ、夜は帰るんですか。いえいえ、夜も5時過ぎたら帰ります。ああ、なるほど。昨日向こう側で。あ、向こうでやったんですか。ええ、やっぱどっちがいいですか。昨日はダメでした。あ、ダメだったんだ、ええ、風強くて。ああ、風があったんだ。来た。来てるけど、うん、見えるんですよね。あ、そうなの。そんなとこまで見えんだ。なかった。やっぱりプロは違うな。プロじゃない。来た。本当だ、すごい。うん、エギだな。エギで捨てはダメだな。エギがいいんだ、はい。エギとスッテの違いって何なんですか。僕もよく分かんないですけど来るときはこっち側のスッテギを来るんですよ。入れとくかな。え、一匹入れとく。うん、持ってこなかった。ちょっと見せて。これがエギ。エギ、エギスッテって、あ、こんな坂、え、でもスッテ、これがスッテです。あ、こっちがスッテ。ええ、まっすぐとちょっと魚の形した、ぽよぽよした、 おっぱいスッテって言うんですよ、これ。これがおっぱい吸ってで、この魚の形したのがエギ。エギです。針は一緒だもんね。はい。ああ、そういうことなんだ。はい。来るときは上ばっかり来るんですよ。来るときは吸ってに来るの。あの、その時によって違います。あ、違うんだやっぱり。エギばっかり来るときはもう吸って取った方がいいんですよ。あ、そうなんですか。本当は、ええ、形状違うからこう泳ぎ方が違うってことですかね。そうなのかな、うん、それしかないですよね、今の違い。イワシが来た、うん、こ, から見てごらん。これが釣りで釣れてる、うん、いいじゃないですか。イワシ、オイルサーディンやないやん、マメイカやん。いやいや、それの小さいやつ。ああ、落ちたんか。いや、そこにいっぱいいるでしょ。あ、いるの、うん、あれはもう釣れんか、さすがに。あれは釣れんおぉ、炭はよう吐くね。ん、ひばりついて落ちないよ。あ、落ちた、落ちた、落ちた。入れた。また来た、お父さん。すごいなぁ。なんやろ。お母さんも来てんじゃん。ダブルじゃん、ご夫婦で。あー、吸ってだね。吸って。お母さんはいいか。はい。ぜひ、ぜひ単体でやってんのね。単体だもんね。また来た？来た。高則。何ですか？何が違うの？愛がある。だからこっち来て勉強し、すごい。え、ずっと引いてるんですか。そうでもないでしょ。今日はこうやって全部縦で振れば。で、何秒下まで落とすんですか。
20ぐらいかと思います。20秒落としてしゃくって、20落としてしゃくって、うんうん、でちょっと手前寄るから、うん、また巻いて、またしゃくって、はい、なるほど、繰り返してます。なるほど。高鳴り高鳴りで5秒ぐらい待つ。20秒で5秒待つっていうのは何？あの1回しゃくったら、うん、またずっと落としてやるのに5秒ぐらい待って、その間に抱きますから。あ、20秒じゃなくて5秒。最初が20秒。あ、最初が20秒か、ええ、あとは1回しゃくりで僕は5秒ぐらい待ちます。最初だけ20秒で、あとは5秒。はい、うん、あ、それで来たらすごいことやけどな。最初は20秒、あとは5秒。来た。お母さん来たよ。いやーすごい。そんな技があったんだ。20秒、5秒、5秒。最初20秒、あとはもう5秒。すごい。師匠直伝の。うん。愛はなくてもよかったと。さあ、じゃあこれからガンガン行ってよ。来た甲斐があった。うん、真っ赤に。真っ赤に村。そうなんですね。釣らないんですか？いや、釣りますよ。ええ、撮影してる方が楽しいから。あ、今来てる？いるいる。さすがにあれは取れんな。います、います、います。寄ってるんだ。あ、追ってるね。あ、食ってんじゃない？あ、来てる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 。来ました。あ、高鳴りも来だした。いやすごい。一本だ。これもうまた話すことだったんだ。来たよ。来た。すごすぎるな。何？何来たの？ちょっとこっち。こっち来た。待ちすぎた。それ何かよくわからん。何やそれ。分かんない。気持ち悪いもん。え？気持ち悪いもん。これはお前ちょっとライトのとこ。これは超高級ナマコやないの？ひょっとして。どうやったらこんなんが釣れるんや。45秒待つとナマコが来ると。いやいやいや。最高じゃないの、これは。ありがとう。じゃあこれを刺身で食うと最高よね。よいしょ。それじゃあ、お気づけするか。刺身は10匹ぐらい残しておいて。おお、まだ生きとるね。はい。おお、じゃあそれに。タレをぶち込んで、もういいよ、もういい。あと刺身にしよう。よいしょ。はい、ね、これに。それはめんつゆやけど、ね、めんつゆ。去年醤油入れて辛すぎて食えんかったよ。いいですか？いいですよ。はい、いただきます。暴れるんじゃん、これ。暴れんか。あ、意外と暴れんね。醤油ほど辛くないから。これで出汁を。そうだね、全然ね。出汁をしっかりしっかり吸ってる。あ、吸ってる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 。これ一晩吸わしたら前次の日最高よ。ちょっと持ってきてみよう。いくよ。はい、はい、いただきます、はい。おー、あ、こいつすごい。あ、いいね。飴色になってきた、うん、よし、OK じゃないの、はい、OK、 終了。